はい、やっぱり東田です。今回の動画はですね、以前に撮った自分のホームですねを自分で解説してみようと、まあ、前に編集してるやつを、まあ長いこと手をつけてなかったので、でまあコメントとかでもたまに投げないのかいみたいなことをいただくので、投げてる姿をですねぜひ見ていただきながら、自分自身の方も自分で解説してみようということでございます。それでは、どうぞ。さあ、始まりました。おっと登場してきましたね。薄い淡いシャツを着ております。これまあ自分のフォームの説明って難しいですよね。まあ綺麗に投げてるんじゃないですかね。もうどう説明したらいいんだろうな。スローとか編集した気がするんですけど、スローに、あ、なりましたね。わあ、音がかっこいいな。音がかっこいい、これ。はい。わあ、音がかっこいいな。まあでも手もしっかり触れてるんで、まあこの時の練習というか投げてるイメージで言うと、まあ、振り切るっていうことをテーマにずっとやってる感じなんで、まあそこを重点的に、早速服を脱ぐという、このシーンいる？このシーンなんで置いとったやろ。どこ見てんのこれ、どこ見てんの。カッコつけてるやん恥ずかしい、カッコつけてるやん。まあでも綺麗に腕も振り切れてますし、よどみなく投げれてるのでいいんじゃないかなと思います、はい。でこれ僕いつもボードを見て帰ってくるんですけど、これいい方、あ、線入って分かりやすいですね。あれがブルの高さに対してアプローチして、そうですね、ブルの実際の高さよりも少し矢の、なんていうんですかね、一番飛びの高いところはやっぱり線を越えていくぞと。でもまあ他の選手が分かんないですけど、かなり高低差は少ない方かなと。いわゆるまあ芯抜きって言われる、そのなんていうんですかね、あまり矢がこう暴れないで飛ぶタイプなので、割と直線的なイメージ。フライトもティアドロップの少し大きいやつ、フィットフライトプロのやつをこの時使っているので、まあ、ティアドロップよりも大きいですけど、割と、なんていうんですかね、スムーズに飛ぶというか、直進的な飛びになりやすいものを選んでますね。あ、いいですね。しっかりした、振り切った後の手が、スローマットの、あ、変わるんですね、これ。あ、近い方がでも、やりやすいですね。引いてくる時に回ってるのとかも見やすいですし。僕の飛びはこう飛んでる時も左回転かかってて、まあ、引く時にその代わりというか、まあ、ややこの角度を保って引きたいので、そうですね、少し絞って引いてくるようなイメージで、その絞る時に右回転をしながら引いて左回転で戻すと。回転がちょっと見にくいですね、この動画だと。まあスーパースローカメラとかあったらいいんですけど、まあいかんせん、まあ綺麗ですね、発射角度もいいんじゃないですかね。ただ自分を褒める動画になっちゃってますけどね。そうですね、スローとこの速いのが両方あるといいな。皆さんもぜひ両方撮れたら、まあ、発射角度が割とこの時はいいですよね。振り切ってるこの脱ぐシーン何なの自分で撮ってると、わーすごいセクシー、すごいセクシー。このスロー絶対絶対にいらないよね。絶対にいらないですよね。はい。あ、線、これ線助かりますね。これが矢が持っていく角度で、ブルーニの高さになる前からリリースが始まってるんで、イメージとしては結構いいんじゃないかなと。まあ、この線があることで若干のこの体の左右も、左右上下、違うな、前後か。前後のブレも実はここから、今ちょっとこの黄色の線と顔のスペースが空いてますよね。でちょっとずつ近づいて投げる頃にはこうくっついて、投げ終わった時には力を逃がすようにっていう。ああ、いいですね、分かりやすいと思います。あんまふざけてないですね今日ね。まあまあいいやなんでブルの高さに持っていくこの斜めのラインはしっかりとやーっとラインが沿うように持っていきながら
高さにより先にリリースしてるっていうのがいいですね。わかりやすいと思います。はい、真面目だな。そうですね、わかりやすいと思います。いや、ちょっと待って。いい？いや、いいよ。いいけど。カメラ？いや、カメラで撮ってんねや、今。コーヒー持ってきてくれた？ありがとう。これでも YouTube に載るで。あ、この角度が変わりましたね。角度が変わって、後ろからの映像ですね。あ、飛びとかが見やすいからと思ったんですけど、まあこの、うるさいなこの角度だとあんまり分かりにくいですけど、ちょっと今これを見ながら喋るっていうのをやってんね。そうなんですね。ブルー、また服脱いでる、また服脱いでるで。なんでこれ脱いでます、脱いでます。服は、はい、これ見て言って、これ見て言って、これ何の方、これどういうやつか。片っぽ脱ぎました。うるさい、うるさい。そう、片っぽの、これあの寒い時のダーツの会場でよく見るやつやな。そうやで。分からんやろ。そうやで。分からんやろ。絶対そうやん。あ、これ肩にかけてるな。肩にかけてるな。早めに負けてしゃーなしでちょっと練習したいやつやな。そうそうそう。そうそうそう。そういうこと。そういうこと。絶対分かる。服を脱ぎました。服を脱ぎました。あ、じゃ映ってないで。はい。あちゃんです。そらちゃんが一番う。はい、すいません、また見ていきたいと思います。どこまで進んだかもわかんないんですけど、これいる、これいる、この後のこれ絶対いらん。すごい、この解説の動画の後のこれだともう余計わからんようになって。あ、ここ正面から割とまっすぐに見えてますけど、まあ、あの見てわかる、肩の位置と肘の位置が、肘が僕は若干内側に入ると思います。はい、まあ、正面からの動画もわかりやすいかなと思って撮ってます。まあこの時からまた若干テイクバックがブレてる、まあ、そうでもないかな。いいですね、振り切ってるんでまっすぐ手が真下に降りてきてるという感じですよね。はい、あ、スローですね。まあ、線があるんで分かりやすいですね。若干やっぱり、線の内側、まあ、ほぼでもセンターですね。僕の場合はほぼほぼセンターなんで、縦のラインは合わしやすいフォームかなとは思ってます。ただまあ全部が実はまっすぐなわけじゃないんで、そうですね、リリースが若干やっぱこの時ムラあるかなと思いますけど、まああの前の動画でも言いましたけど、あの細かい部分見るのにはあんまり僕は向いてないから、何をしているんだ、いかーんす、いかーんすぐらい。どういうテンション、顔は真面目、顔は真面目、これどういうテンションでやってるの。で切るんかいっつって、結局切んのかい、どこ見てるん、何を気にしてるん。やってもう何よ。もうもう何が、何を言うてんの。いや、うるさい。ちゃーちゃんも言ってます。全然わからない。正解はこれ、ここ今突っ込まなあかんとこ、突っ込まなあかんとこ、そのスローいるって、かわいい。はい、おしまいで、出演ありがとうございました。これ何のやつ。これ YouTube に載るからね、みんなの顔映るで。グリ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 、長い長い長い、じゃあ止める。